そうですね、単純にすごく声をかけていただいて嬉しかったです。アディダス自体がやっぱりそのストリートダンス文化といいますか、ヒップホップダンス文化と、まあ、とても密接な関係にあると思いますので、僕自身もそういう、こうダンス人生をこう送ってくる中で、たくさんの上をこう履かせていただくことももちろんありましたし、なのでそういう意味でそうですね、今回まあ撮影の中でもいろいろ踊らせていただいたりしましたけど、そういうお声をかけていただけてすごく嬉しかったです。はい。そうですね、黒の、T シャツ、まあ、本当に普通にこうポケットがついてる T シャツなんですけど、それの、まあ、僕その何て言うんですかね、シンプルなものでも例えば、こう身幅っていうかワイドだったりとか、そう形シルエットみたいなものをよく気にして洋服を選んだりとかするんですけど、黒の T シャツはちょっとこう丈はそんなにこうめちゃくちゃ長いって感じでこうルーズすぎないんですけど、こう身幅がちょっと広くてちょっとこうゆったり着れる、でもなんかだらしなくないっていうか、なんかそのバランス感覚がすごい素敵だったのですごく好きでした。はい。そうですね、やっぱりその着ててこう着心地がいいとか、こう動きやすさっていうのはもちろんですし、あと、まあ、そのこう自分の好きなこうモードなものだったりとか、やっぱそういうものをこう、まあ、混ぜやすいですよね、スポーツこうウェアっていうものは。でそれと混ぜた時にとてもこうナチュラルなものになるっていうか、なんて言うんだろうな、こうとてもこう素な自分でいられるそのウェアだと思うので、なんかそういう部分で言うととても自然にこうナチュラルにこう着れるっていうところがあるので、スポーツミックスみたいなのはとても、はい、好きです。まあでも基本的にとてもポジティブな性格だと思うので、何かこう大変なことがあったりとか、こ う, うまくいかないことがあったり、まあ、昨年なんか特にまあ、世界的にもう本当にいろんな業界で大変な状態だったと思うんですね。それがまだもちろん続いてるっていうのはまあ現状であると思うんですけど、その中でやっぱ何ができるかっていうか、そのもちろんその何でもどうぞっていう状況っていうのももちろん楽しいと思うんですよね。でもなんかできないことがあったりとか、うまくいかないことがあったりとか、そういう こう制約がある時にこそ、なんか新しいアイデアだったり新しいエンターテインメントっていうのはきっと生まれてくるんだろうなっていうふうにも思うので、だから自分はそういうことに直面したりした時、まあ正直多いじゃないですか、そういう時の方がこう自分の思うようにいかないとかうまくいかないっていう時の方が多いと思うので、そういう時をなんかいかに楽しむかっていうか、いかに自分の工夫とアイディアで、まあ僕は もちろんチームでやらせてもらってますけど、チームでみんなでアイディア出し合って面白いもの、楽しめるものっていうのをどうやって生み出すかっていう、だから本当にそうですね、全て楽しむっていうのが重要なんじゃないかなと、はい、いうふうにいつも思ってやってます。そうですね、でもやっぱり、まあ、僕だけじゃないと思うんですけど、どのアーティストの方もそうだと思うんですけど、やっぱり今いわゆるこうライブ、オフラインのライブっていうのがなかなかしづらい状況はまだまだ続いているので、そのライブっていうものがこれからどういう形になっていくのか、そのライブっていうもののなんか新しい見せ方とか新しい形とか新しい可能性っていうのはどうなんだろうっていう、なんかそこはしっかりこう新しいライブパフォーマンスっていうのを自分たちで見つけて、まあ、もちろんいち早くオフラインライブができるようになるっていうのがまあ、もちろんベストだと思いますけど、こうできないからこそ新しいものを生み出してっていう、なんかそこのライブパフォーマンス、こう今までの規定のライブパフォーマンスみたいなものをしっかり超えて新しいものを生み出していけたらいいなっていうふうに思ってます。